日本太鼓協会プレゼンツ太鼓ちゃん TV、 ドドンと元気にいってみよう。今回は太鼓祭り in 名取第1回北日本大会の模様をお届けします。日本一決定戦に向け、まず皮切りとなるこの大会、北日本大会としては初の開催で、ここ名取市文化会館で行われました。それでは早速、組太鼓ジュニアの部から行ってみよう。青山清流太鼓保存会、1996年に発足し、今年で活動17年目。毎年地域のイベントやボランティア活動に参加し、年10回ほどの演奏活動を行っています。現在のこのジュニアチームは女子10名、本大会への出場を目標に一生懸命練習してきました。田島太鼓クラブ辰巳会、初めて太鼓に触れたのは保育園の時。その魅力に惹かれ、小学校に行っても続けたいという思いから結成し、今年で7年目を迎えます。メンバーは小学1年生から6年生までおり、目指すは日本一。前田入魂を合言葉に力いっぱい演奏します。東部固有会、完全週5日制の学校のその土曜日の休みに、何か有意義な時間を持たせたいという趣旨のもとに結成。主に地元のイベントや夏祭りを中心に演奏しています。この春から5年生の新リーダーを中心に一生懸命練習に励んできました。チーム一丸、力を合わせて頑張ります。春蘭太鼓、結成は1996年。同じ幼稚園で和太鼓に触れていた子どもたちが、卒園後ももっと上手に叩きたいという思いからスタートしました。地元のさまざまなイベントに声をかけていただけるようになってきた中で、この大会にぜひ出場したいと練習に励んできました。精一杯頑張ります。太鼓祭り in 名取第1回北日本大会、組太鼓ジュニアの部、2番目の得票数、準優勝は田島太鼓クラブ辰巳会の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ある組太鼓一般の部、創作和太鼓駒の会、1979年、地元夏祭りの子ども太鼓として誕生し、今年で34年目。誕生生活を合言葉に、単に太鼓の演奏者にとどまるのではなく、太鼓を使った表現者としての活動を行ってきました。共に夢を追いかけ、同じ志を持つ者同士、心一つに演奏します。田島太鼓辰巳会白鼓、結成は2007年。保育園で取り組んでいた和太鼓を小学校に行っても続けたいという思いから結成し、今年で7年目。この4月で中学生になった。結成当初のメンバー7名での挑戦になります。ならぬことはならぬの精神を胸に置き、前座入魂を合言葉に心一つに打ち込みます。
相馬高等学校相馬太鼓部。高校創立100周年である平成10年に発足した部活動で、今年で創部16年目。現在は 2,3 年生合わせて32名が勉学との両立を目指しながら活動しています。3年生にとっては最後の挑戦として、この大会の出場を目指し練習に励んできました。日頃の成果を発揮できるよう精一杯演奏します。躍進滝川太鼓保存会。1968年郷土芸能と青少年健全育成を掲げ、少年部員6名で創立。今年で45年目を迎えた現在は、3歳から60代の幅広い年齢層の会員約40名が在籍し、イベントへの参加や施設慰問の活動を行っています。今大会絆を胸に打ち込みます。柳生マズラ。今年で創立13年目。郷土芸能であるスズメ踊りを踊り、お囃子をする団体で、地域に根ざした祭り連として活動中。メンバーは小学校に通う児童と卒業生、そしてその父兄で構成。今大会に向けては小中高校生が中心となり、猛練習を重ねてきました。精一杯頑張ります。山木屋太鼓須崎。結成6年目。母体である山木屋太鼓が掲げる作る、伝える、磨く、広げるという4つのコンセプトのもと、青少年健全育成や地域発展、そして伝承太鼓と創作太鼓の確立と融合を目指し、高校生から社会人までのメンバーで活動中。さまざまな思いを胸に魂の音を響かせます。一田の会。結成は平成11年。日常の中で和太鼓を身近に感じてもらい、地域を元気に、そして笑顔にしたいという思いからスタートし、地域の催しを中心に演奏活動しています。今年は技術向上を目標に掲げ、コンテスト初挑戦。チームの持ち味である動きとキレを生かし、全力で打ち込みます。川又織姫太鼓。平成2年に結成し、小中高校生から大人までが一緒になって活動中。仕事の都合や学校の部活などで全員揃っての練習が難しい部分はありますが、とにかくアットホームな雰囲気の中、みんなで楽しく練習に励んでいます。この日に向けて頑張ってきました。気持ちを一つに演奏します。和太鼓秋祭り。2005年の秋にユニットチームとして誕生。メンバーは3人で、みな40代後半。まだまだこれからのチームですが、このような大会に出場できることに感謝し、力の限り挑みます。北海道和太鼓塾。結成は2011年。一つ一つの演奏を大切に、気持ちを込めて楽しく打つということをモットーに、日々稽古に励んでいます。観客の方々の前で演奏すること、そして大会に出て優勝すること、これを目標に結成しました。メンバー一同全力で挑みます。組太鼓一般の部2番目の得票数、準優勝は
栄えある優勝は、大太鼓の部、新井隆俊。太鼓を通して人と出会い、楽しい時間を共有することを生きがいに、そしてそのつながりがいつしかかけがえのない絆となることを願いながら日々練習を積んでいます。皆様と感動を共有したい。精一杯演奏します。和気愛。太鼓歴約15年、地域の和を図ろうと自作太鼓から始め、老若男女に世代を超えたつながりと絆が生まれることを願い、太鼓を教える活動もしてきました。太鼓を楽しみながら演奏します。山本光平。和太鼓を始めて3年目、初めての独奏に挑戦。大太鼓を通して自身と向き合い、未熟さを思い知らされつつも成長を感じ、充実した日々を得ることができました。一つ一つの音に気持ちを乗せて演奏します。大太鼓の部2番目の得票数、準優勝は、栄えある優勝は、新井隆俊さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。これで全ての発表が終了。受賞者の皆さん、本当におめでとうございます。いやー、どのチームも本当に見応えのあるステージ見せてくれました。いや、最高。そしてこの太鼓祭りは、それとは別にゲストのステージも披露されたんですね。それではゲストステージ行ってみよう。閖上太鼓保存会。宮城県名取市を拠点とする団体で、生涯学習の一環としての和太鼓教室から始まり、平成4年に会として設立されました。老若男女を問わず幅広く集まったメンバーが、香り高い文化の街づくりを目指し精力的に活動しています。仙台スズメ踊り白尾丸まずら。平成19年に発足し、現在大人13名、子供20名で活動中。仙台青葉祭りを目標に練習に励み、地域に根ざして明るく元気よく活動しています。仙来。津軽三味線と和太鼓を通して日本の伝統芸能の本質と向き合い、新たなる邦楽音楽を表現。邦楽器の特性を生かしたアンサンブルと、そのバンドスタイルが魅力の新世代邦楽ユニット、みちのくを拠点とする仙来は、今やその活躍の場を国内のみならず海外へも広げ、そして東日本大震災復興支援へのさまざまな取り組みも精力的に行っています。というわけで、盛大に開催されましたこの太鼓祭り in 名取、第1回目となる大会でした。最高でした。はい、まあ、とにかく受賞者の皆さん、この先本当に頑張ってくださいね。さあ、今回の太鼓ちゃん TV はここまで。この先また追っていければと思います。バイバイ。